横浜の真ん中と東京の真ん中をつなぐ相鉄は都心直通ということですが、あの横浜の真ん中はですね、どちらかというとこの横浜駅周辺でもなければ相鉄の沿線でもなくて、まあ、個人的な認識としては、まあ、これは一応横浜の地図なんですけれども、この辺り港未来地区桜木町周辺という認識ですが、しかし横浜市はかなり巨大であり、その中心としてはやはり相鉄の沿線になるのかなと思います。物理的な中心は確かに相鉄が通っている区間、大体その辺りになるかと思います。今日は相鉄線に乗りに来ました。私は神奈川県横浜市保土ヶ谷区にある大学に通っておりますので、まあ、そうするとね、相鉄っていうのはまあすぐ近くを通っていて、割と馴染みの深い鉄道会社であるはずなんですが、まあ、実は今までにもほとんど数えるほどしか乗っていません。ほぼ使うことはないんですよね、横浜もこんだけ来ているのに。しかしこのほど相鉄線と JR 東日本東海道本線は直通運転をするということになっています。まあ、一般の言い方で分かりやすく言うと、相鉄線と埼京線は直通運転するということにまあなるわけですが、その直通運転となれば、まあ、やはり JR に関連する話題で私も大変に興味が湧くものです。まあ、そういうわけで今までですね、ほとんど動画は撮ってこなかったんですが、相鉄線の動画も撮らせていただくということになりました。この電車が1万系っていうのかな、1万2000系かな、これがね、JR 東日本に直通する対応の車両になっているようです。乗るのは今回が初めて。列車は運転することができないようですが、まあ、運転は再開次第相鉄線の13時41分発各駅停車に乗って西谷の駅まで行こうと思います。まもなく西谷です。お出口は左側です。 The next stop is 西谷。はい、着きました。西谷駅です。うわーという音が聞こえるの分かりますかね。この駅は相鉄線がやってくる駅で、現在それ以外の路線は何もないのですが、実は駅の端っこに東海道新幹線の高架橋があり、頻繁に新幹線の通過する音が聞こえます。現在この駅にやってくるのは普通列車のみです。まあ、急行も来ますけれど止まりません。特急も通過します。これが JR と直通するようになると、この駅の地位は非常に高まり、優等列車、特急列車、それから通勤特急、通勤急行だったかな、そういったものも数多く止まるようになるようです。そして何やら気になる放送、まもなく4番線に列車が参りますと言っています。これはもしかして、わ、なんか人がいっぱいいるぞ。なんだあれ、相鉄の人がいっぱいいるな。絶対なんかものすごいものが来ますよね。私何も知らなくてたまたま来ただけなんですけど、なんか来るの。来た、回送って書いてある。あそこに留置線がありますけどね、あれはね、最近増設されたもののようです。留置線というのは、まあ、車庫みたいなやつ、簡単な車両の置き場なんですが、この駅で JR から直通してきた列車などを、まあ、止め置くということが、まあ、今後増えるだろうから、設備を増やしたんでしょうけど、これ絶対 JR の線路に入るやつですよね。こんな普通に来るの？多分終点列車だと思いますが、報道陣向けの公開でしょうか。へえ、一旦止まるんだな。画面の奥が湘南台海老名、今この状態で画面の右側が横浜です。そしてその上り方に向かって線路が、これから先ですね、左方向に分岐をするということになるんですが、もうすでにこの駅の端っこにもトンネルが現れていますけれど、この西谷駅のホームの、両外側線、現在列車はこの内側にしか来ないのですが、向こうの4番線とこの1番線に相鉄 JR 直通の列車がやってくるということになっていて、それらが両外側に設置をされているトンネル、その中に入る、もしくはその中から出てきて相鉄新横浜線という新しく作られる路線に入り、 JR 東日本武蔵小杉駅方面まで進んでいくということになっています。出発信号が出てるな。あ、出るんだこれから。へえ、なんたる偶然。私裏情報とか相鉄からもらってないですからね。たまたま来たら目の前に JR 直通の試験列車が来ていたようです。もう今月末が開業ということで、運転手さんの習熟訓練なんかもうほとんど終わっているんじゃないですかね。
え、ここで各駅停車が来るの？それはやめてほしいですが、隠されてしまったらトンネルの中に入っていく JR 方面の相鉄12000系、これを見ることができなくなります。ああ、やめてくれ。ああ、来ちゃった。ちょっと間に合わないかもしれません。まあでもこんな感じですよね。まあ雰囲気を味わうことができたかな。こちらの車両も JR 東日本 E231系と構造がほとんど同じなんだそうです。確かに見るからに231系だな。まあ残念ながらちょうど入っていくトンネルの入り口までは見ることができませんでしたが、まあでもこんな感じというのはよくわかります。まあここからこう下にスッと入っていって、羽沢横浜国大駅は地下駅ですので、このままおそらく地下トンネルをそのまま走って新しく作られた駅に到着をするというだけです。その先、羽沢横浜国大駅から JR 東日本東海道貨物線に入ります。ちょうどそこで今新幹線がね、新横浜駅へ向けて速度を落としながら走っているところですが、新幹線もね、実は羽沢横浜国大駅のすぐ脇をいつも通ってるんですよ。まあ、だからあの新幹線の進む向きと大体同じような感じでこの西屋から、国大駅まで行くと、まあそういうことですね。地元では羽沢の国大駅と、そういうふうにね、羽沢横浜国大駅のことを呼んでますよ。これがですね、相鉄とそれから今回関係する JR 各線の路線図なんですが、まあ、さっき私はこの横浜から出発して今この西屋まで着きました。横浜国大はまあこの羽沢国大にちょっと この辺にありますけどね。で、この西屋駅からまあ方向で言うとこうなるわけですけれども、左肩にこう分岐をしていく、まさにこの地図と今実際の線路の形はまあ同じようになっていますが、ここから分岐をして2キロほどのところに羽沢横浜国大駅があります。でそこからはですね、あの JR 東日本の路線、まあ、東海道線の本当はここに横浜羽沢という貨物駅があって、その貨物駅にあの列車がこう入っていたんですけど、その地下にですね、別にもう一個、穴を掘って列車を止めるようにしていたのです。で、まあ、そこからあとは東海道貨物線に入って鶴見で、鶴見からは湘南新宿ラインに入ります。で、まあちょっと、まあ、なんていうのかな、まあ、イメージとしては湘南新宿ラインに行くっていう感じ。ただちょっと通るルートが若干違いますので、鶴見駅にはホームがないから、まあ、湘南新宿ラインが鶴見駅に停車しないのと同様に、相鉄、JR 直通線の列車も停車することができませんし、新川崎駅には湘南新宿ラインが停車できるんですが、この相鉄 JR 直通線は新川崎駅のすぐ脇もかすめつつも、しかしやはり停車することはできず、次の停車駅は遥か彼方の武蔵小杉ということになります。武蔵小杉から国大駅まで10キロほど途中停車駅はありません。使用される車両は先ほどの相鉄12000系っていうのかな、それと JR 東日本最強専用の E233系となっていて、どちらにもトイレはありません。乗車中にお腹を壊しては大変です。せっかくなんでこの西谷駅の反対側も見てみようと思います。駅の上側をまたいでいるのが東海道新幹線の高架。これすごいですよね。あのここにもし駅が作られていたならば、ここがね、あの新横浜駅になっていたっていう可能性もなくはなかったんじゃないのって思うんですけど、まあ、横浜線の交点の方が有利なのかな。あのここがもし新横浜駅だったら面白いことになっていたんですが、まあ、あのそうはなっていませんが、これは昔からのもの。すごいですよね、これ。東海道新幹線のこの柱がホームの、あ、こっちじゃないか、お隣のね、こっちのホームにはね、あの東海道新幹線の柱が立ってるんですよ。でそれからその下のところ、多分元々よりこれ随分工事であの拡張したんでしょうね。この間列車を2つぐらい置くことができる留置線が設けられています。さっき行った列車が JR と直通してそのまま武蔵小杉駅方向まで行ったのか、それとも羽沢横浜国大駅に行ってその後多分折り返すことができるようになってると思うんで、国大駅から折り返してまたこの駅に戻ってくるのか、どっちかな。もし戻ってくるんだったら撮りたいなと思って待ってたんですが、まあ、残念ながらちょっと当分来そうにありません。信号機の様子を見ればわかります。私はこれからの英語の授業がありますんで、あの普通にあの用事で大学に行かなければいけませんから、まあ、とりあえずこの動画はここまでとさせていただきますが、相鉄 JR 直通に際し、今後も11月中に相鉄の動画を数多く出せていけたらと思っております。羽沢国大駅の開業によって国大生が便利になるのかといえば、まあなるはなると思いますよ。だって私がこのままね、ここからあの大学行きたかったら、それに乗って一駅行って、そこからまあ歩いて15分ぐらい、まあ、タクシー行けば間に合うかなって感じですけどね。まあ、ただ横浜駅とかあの東京駅とかそういう方面から来る人にはあまり関係のあるものではないのかなという気もします。
みんなが便利になるかというと別にそういうわけではなく、あんまり関係ない国内生もいるというのが、まあ、実際のところなんですが、まあ、それでもないよりはあった方がいいというのは間違いありませんし、多くの人が便利になるという事実もこれまた間違いありません。あの横浜国内生としてはあのこういうことがですね、 ありがたいものが今後増えるということをあの大いにですね、あの喜びまた活用させていただきたいと思っております。ちなみに、羽沢のですね、もともと仮称ではあの JR 貨物の横浜羽沢駅という貨物駅でしたので、まあ、そのままね、次の駅が羽沢横浜国内ではなく羽沢駅とか、横浜羽沢駅というなる可能性もあったんですが、あの相鉄の株主総会でね、うちの国大の人がですね、あの行って、それでまあなんか授業の一環でなんか株主総会に行ったらなんかそんな感じだったと思いますけど、あの、大学の、名前をぜひ駅の名前につけてくれないかと、そういう風なね、あの話を株主総会で国大生の一人が話したとか、そんな話を聞きました。またあの相鉄の社長さんはですね、あの実はあのうちの横浜国大出身の方だということで、まあ、もしかしたらあのそのゆかりが駅名に少し含まれているのかもしれません。ともかくありがたい駅名をどうもありがとうございます。あのですね、ちょっと駅を出たところにこんな感じであの上から見渡せるところがありました。まあちょっと授業行かないと遅れたらちょっと減点されるんですけどね、まあでもあってもなくてもどうでもいいような、そんな点数もらうよりこれ写しといた方が価値がありますよね。よいしょ、ああこれか、これガミさんの動画のサムネで見たやつじゃないか。なるほどね、よくわかりました。でもこんな際の際まで住宅街が迫っているようなところで、よく地下トンネルをここに2本も掘りましたよね。いや、元がどういう地形だったのかちょっと気になるな。ここには前は何があったんでしょうかね。用地はもともと用意してあったのかな。気になることがたくさん出てきます。横浜とはこのように山がたくさんあるところで、あ、土地が結構実は狭いんですよね。このような路線図で相鉄線はかなり その先に入って、泉の線は湘南、あとは三台西駅から、こちら側にですね、まず線路一般的で、ここから歩いて横浜台まで行くのですが、まあ相当ですね、その道のりは、大変だということを言っています。まあ私